どうもテレです。新三国無双2無双モードシナリオ味方全員成果を目指して頑張っていきます。芝居ですね。続きをやっていきましょう。さあ、ファン城の戦いですね。いや、さっきやったんだけどね、時間が間に合わないんだよね。どうしようかな。コブ太鼓いらない、絶対いらない。ちょっと移動速度を上げて、強撃じゃなくて真無双ランドで削る作戦。報告、敵は繁盛の脇に堤防を築いております。堤防だと、いかん。入れ知恵か。城内の兵に伝えよ、直ちに戦闘準備。よし、急いでね、パンペイを倒すわ。馬もね、途中までしか行けないから。5分以内にね、倒さないと宝徳がね、溺れて死んじゃうから。ここまでだね、入れても。うざいうざいうざい。いや、お前さ、ちょ待って、今のはマジでムカつくやつ。チャージで弓打ってくんな。いや、おかしいおかしい、強すぎる。芝居って弓防御低くないでしょ、高い方でしょ。切れるかな。もしかしたら芝居もう真無双ランドで戦ってた方がいいかもしれんな。我らも遅れを取るな。もう強撃とか使わず、もうこれで戦うのが一番いいんじゃない。諸葛亮とね比べると、いいところは無双がつながるっていうところだから、それをうまく使うしかないかな。成功法では勝てんて、普通に通常攻撃やっても。てかさ、弓痛くない？なんであんな食らう？職軍で一番戦いたくないやつだ。無双おかしいだろ、出が早すぎるんだよ。
わ、危ねえ。うわ、やばい。うわ、おっかねえな。我が魂はシステナを兄弟と共にあり、さらば。よし、これでね、繁盛の全員生還をクリアですね。まあ、5分以内に関平と関を倒せば全員生き残りますね。で、今回 NG シーンありますのでよろしければご覧ください。で、次回がね、海底の戦いですね。それでは次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。いた、おっ、よし、死んだ。おい、ザコふざけんの、ザコじゃねえ、親衛隊やばすぎる。横からお前、横やりが無双乱舞っておかしすぎるだろ。というか間に合わなくない？装備アイテムを変えた方がいい。